久保さん、時給7万円懐かしいっすね。時給7万円の裏話にしましょうか <laughs>。あれね、すごい懐かしいですね。まあ、あの時ね、あの、弟子、弟子がいて、弟子が、吉野さんと、あの、ちょっと、小野田さんのプロモーションやろうと思うんですけど、みたいな。お家やないかと。で、なんか弟子が交渉したんですよね。 まあ弟子は給料ないですから、で、その <laughs>、お金ないんですよね。だから、あの <laughs>、その、仕事を取ってきたというか。で、まあ、その、始まったわけなんですけど、で、動画はまず取ってきたんですけど、確認したんですよね。で、なんか、夜な夜な撮ったらしいんですけど、やり直しだみたいなね <laughs>。あと、ステップメールとかも、あの <laughs>、 まああのここに弟子がいて僕が端に弟子がいていそれはちゃうとこうだと <laughs> やってましたねそうそう懐かしい <laughs> まあその後弟子いなくなって今度全部僕がやるようになりましたけど <laughs> そう、うん、だから要はまあ なんだろうな、久保さんが言った通り、最後、その知らないと、知,らないと知識がないとダメだよとかいう話あったと思うんですけど、なんかその商品を売る上で、まあその弟子の子たちっていうのは、まあ仕事は取ってきたけど、やり方が分かってないんですよね、初めてだから。全部教えましたけど、で、実際その、全部、その手取り足取りを教えて、もう、もはや、ステップメールの、なんだ、あの、 原案もちょっと作ったりとか見本ですよね作ったりとか全部して多分ね最初700か800ぐらい上がったんですよおそらくでまあ初めて取ってきた仕事で一応それだけ上がったんでまあ結構自信そっからつきましたよねうんあっほんとにあの売り上げ作れるんだみたいなあこうやるんだみたいなうんまああれは その仕事を取ってきた弟子は、あれじゃないですかね。あの、あ、本当にこうやれば稼げるんだみたいなね。売れるんだっていうのは自信ついたと思いますけど。うん。だやっぱ知らないっていうのは、あの、結局その知らないままなんですよね。うん。知らないっていうのは知らないままであり、まあ稼げないってことですよね。うん。ただその、どういうふうに整理すればいいのか、どういうふうに、 まあ、プロモーションだったらプロモーションやればいいのかっていう、まあ、ロジックみたいのがあるわけですから。うん。だからやっぱ学ばないと、うん。無理じゃないですかね。多分ね、うん、まあ、稼げない人っていうのはやっぱ学んでないんじゃないですかね。うん。学んでないで、今のある自分の、うん、稼げない常識で、ああだこうだ言うわけですよね。<laughs> うーん。 学べばいいだけだと思いますよ。だって、ね、シンプルにね、シンプルに久保さんもん、多分これね、もう本当は億万長者のシリーズで何千回言ってきたかわからないですし、言い合う、これからも言い合うかもしれないですけど、久保さんもね、学ばなければ、マージャン店なんですよ。マージャンのことしか知らないんですよね。ネットビジネスのことなんかわかんないわけじゃないですか。で、なんでできたのかっていう根本的に学んだっていうね。 知識を得たってことですよねでセルフバックもねあの知らなかったらこれ知ったら誰でもできるけど知らないとできないんですよまあ直近の事例だったらねみんなの銀行久保さん僕ねようやく2万8000今日もね入金あったんですけどこみんなの銀行っていう案件を知らなかったらそもそもできないしうんそれで紹介するっていう概念だったりとかなんかそういうのも分かんないとね あの発信するっていうことも自分で、ねうん、知らなかったらできないじゃないですか。みんなの銀行。今日もなんか入金。今日2000円だったな。2万8000円ですね。今日20日でしょ ?2000 円入金ありましたね。これ。はい、これもね、僕ねし、知ったからですね。久保さんがなんかみんなの銀行みたいな。あ、そんななんだみたいなね。僕知らなかったですから。で、あとはその、 知ったら、あとはやるだけですね。僕、僕、僕が、その、みんなの銀行っていう案件があるよっていう、久保さんからね、なんかしつこく、こう、なんか言ってて、し知って、でも、もしやらなかったら、この2万8000入ってないですし、まあ、これも、今2万8000ですけど、多分、また増えていくんで、ずっと紹介しますから。うん、30万になるまでに、キャンペーン終わってるか分かんないですけど、そう。で、その、みんなの銀行っていうのは知ったことによって、また、 その情報を取りに行ってね、最近またキャンペーン始めて10万ダウンロードいったから、あの、キャッシュバック20%やるみたいなキャンペーンもは、もう被せてやってるんですよ。だそれも知ったことによってまたさらに知れたってことですよね。うん。か小野沢さんにも動画を送ってきましたなんか思考,思考の階層か。うん。思考の階層みたいな話をしたんですけど、知ることによってもっと知れるんですよ。でも知らなければ、 その奥も知れないってことですね。知れば知るほどその奥まで知れるっていう。うん。知ってやって知ってやってっていう、そうするともっと奥まで知れる。もっと深いところまで分かっていく。久保さんもセルフバックっていうのは知りました、やりました。で、こうやっていく中で、あ、これ教えればこうなんじゃないか、こうなんじゃないかとかね。 でやることによってし、また新しいことを知って、あ本当にこれ、このセルフバックでもね、顧客満足度100%出たぞ、みたいなね, <laughs> ね。みんな笑顔になって帰ってったぞ、すげえな、みたいなね。<laughs> 知ってやって、またそ,のそれを知るっていうね。セルフバックでもお客さん、顧客満足度100%出せるみたいなね。そうでそ、それを知ることによそれを知ったことによって、またセミナーができるわけじゃないですか。 顧客満足度100%のセミナーってまあまあできないですよ。みんな笑顔になって帰ってくみたいなね。それはそうですよね。参加した人全員稼げるわけですから。お風呂沸き,きましたね。まあだから知らないっていうのは、うん、怖いことですね。本当に。無知っていうのは怖いことですよ。うん。はい。勉強しましょう。 いってらっしゃい